日ご紹介のアイテムは40年ほど前に自分の母親が着ていたウェディングドレス、それを今回、お客様である娘さんがですね、お写真を撮るためにこれを着たいというふうなことで、黄ばみを取ってほしいというふうなご依頼でございます。全体的にですね、非常に黄ばみが出ておりまして、もともとのお色真っ白だったはずだと思うんですね。それがこんな風に全体が黄ばんでおります。全体です。ベースとなる布、そしてそのベースとなる布を隠すようにレースが全体に施してありまして、レースが 1、2、3と3段になっておりますね。はい、裾の方の黄ばみが目立ちますかね。素材がですね、はい、こちらはこちら素材絹 100%、 そして、お洗濯液表示ドライクリーニングになっております。明らかにこのお洋服のデザイン素材にふさわしいのはドライクリーニングなんですが、このドライクリーニングだけでこの黄ばみはもう取れないと思います。なので今回は×印がついてはいるんですが、水洗いをします。水洗いをすることで、こんな風になっちゃうんじゃないかという風に心配なくて望ましくない変化全て該当すると思います。でもそう一時的にそうなってしまったとしても、なんとか元に戻せるというようなことを前提に作業したいと思います。何しろ古い、ヴィンテージのお洋服です。縫製の糸がどんな風になっているのか、もうかなり背が抜けちゃってね、弱くなっているなんていう風なことであれば、その糸っていうのはやっぱりほつれてしまうと思います。生地自体は大丈夫でも縫製の糸がねほつれちゃうと、やっぱりお直しが後ほど必要になってしまうんじゃないかなというふうに思うんですよね。でも今のままでは着られないというふうなことであれば、そういったリスクを伴う作業をするしかないですね。やっぱり相当黄ばんでますね。そうですね、シルク素材、そしてウェディングドレス、そして40年前、非常に難易度の高いキーワードが揃っております。ただお母さんが着た服、お母さんが嫁ぐ際に着たお洋服を自分が嫁ぐ時にも着たい、そういった母と娘の思いですね、そういったものも一緒にお預かりしまして、なんとか綺麗にしたい、できれば40年前にタイムスリップしたかのように綺麗にしてみたいなと。そうするとね、お母さんも非常に喜んでいただけるのではないか。もちろんご依頼の娘さんもですね、その娘さんの旦那さんになる方もいろいろ喜んでいただけるのではないかなというふうに思います。既製品なんですね。シモンヌ銀座川村と書いてあります。シモンヌ40年前のお洋服ですからね、お預かりすること自体、こう生存残っていること自体ね、レアなアイテムだと思いますが、なんとか綺麗にしたいと思います。はい、仕上がり具合見ていただきたいと思います。非常にいい感じに綺麗になったと思います。もうワントーン明るく白くなったのがね、全体的に見て取れるかと思います。かなりいいナーバスな作業だったわけなんですけども、結果大成功だったと思います。どんなに古くてもね、生地さえしっかりしていれば、染み抜きに効果的な作業はできますし、成功事例もたくさんございます。今回は40年前というふうなことで、生地もそうですし、縫製の糸もそうですし、レースもそうですし、いろいろ心配な点はあったんですけども、うまくいきましたね。全体的に本当にいい感じに綺麗になったと思います。これを着て、いい写真が撮れるんではないかなというふうに思いますね。ご健康おめでとうございます。綺麗になってよかったです。ご利用ありがとうございます。